はい、友島です。今回も絶対絶命都市4やっていきましょう。今回からですね、本編じゃなくてこちらのスペシャルストーリー後日談をやっていこうと思います。後日談を始めるためにセーブデータを選択します。労働したデータをもとに後日談の種類、なるほど、 OK です。多分そのアズズのどこからやるかってことよね。どこからやろうかな。でも一番最後のこの辺からやっていこう。翡翠市に入ったバースに乗ることにした。おそらく話としてはアズズが一回、まあ本編ではここにいる人と共に生きていくを選んだんやけど、一回救助されて一回自分の自宅香川に帰ってもう一度戻ってきたっていうお話やと思うね。僕は今バスに乗って水蓮公園に向かっている。僕は何言ってんの。あ、選べるんや。今年の7月にこの町を脱出して以来久しぶりに、まあ、周囲を転々として、多分ね、私の選んだルートとしてはこっちなんやね。今年の7月から周囲を転々としていたが、久しぶりにここにやってきた。僕は今年の7月から周囲を転々としていたが、久しぶりにここにやってきた。いろいろ回ってたよね、自分が見てきた場所とか。ああ、そうやね。最初おばあちゃんに会って、お弁当としたおじさんに会って。ああ、なんか最近全部勢いでやった。ああ、全然ひでみでも勢いでね、ガーッとやってきたつもりではあったけど、全部懐かしく思えるな。本当についさっきね、終えたばっかりなんですよ、本編をね。終えたばっかりで、すぐにダウンロードコンテンツをダウンロードして始めたいけど、なんか、ともやが何が起こったんやろ。なんか、あんましっくりきてないよね、自分の中で。もともとともやってこう人助けのためにいろいろ動いてさ、それも全部嘘やったってことなのかな。あ、これ政治もどうなったん。結構本編中でしっくりきてないものが多いから、その辺を後日談で見れたりする。白き衣の会、白き衣の会、なーにあ、こっちも見せてくれる。市長がワンモーニングよ、これ。あらすん、俺ら説明してねえや。なんかね、智也がまだしっくりきてない。そんな悪い子に私は思われへんのやけど。今、水蓮公園か。これ。でも本編でここでブザーを押そうとした瞬間に震災が起きてしまったよね。あずずも大丈夫？次で降りなきゃ。うん。あ、雪降ってる。なんか、だいたい12月ぐらいっていうのを聞いたんやけど、そうやね。ハッピーホリデーやけん、多分冬のここの街にやってきたか。何その帽子かぶってたっけ。え、何この帽子。カップ麺は背負ってたけどさ、帽子は麦わら帽子のはずですけど、冬だから。何その格好。その格好。いろんな出会った人にね。あの時に出会った人々は会いに行こう。元気だろうか。あ、なんかおしゃれさんになってしもとるやんか。あずず。いや、私服めっちゃかっこええね、君。めっちゃかっこええんやけどさ、なんでカップ麺背負っとん。息しろ。一応さっきね、そのダウンロードコンテンツをダウンロードするついでに、このサンタ衣装もあったけん、今回これで行こうかなと思います。ハッピーホリデー。あなたは夏の巨大地震から5ヶ月後の水蓮交差点周辺にやってきました。12月のこの街を探索してみましょう。次の目的地が見つかるかもしれません。そうやね、やっていきましょう。息しろ。あれ、なんか弁当と、あ、なんかある。ここ何これ。巨大地震発生翌日の新聞。新聞？
毎朝新聞7月某日号、川瀬県を中心にマグニチュード8巨大地震発生。昨日午前10時4分、川瀬県を中心に巨大な地震が発生し、震源地は川瀬県翡翠市、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模マグニチュード 8.0 で、翡翠市では震度7を観測した。大きかったもんね。川瀬県、福崎県、豊島県、山坂県では今も継続的に余震が続いており、救助活動が難航している。幹線道路、鉄道は寸断されており、空の便もほおずき空港への便は全面運休となっている。救助ルートとして期待されていた浜湯ふ頭も付近のハイビスカス大橋ともに崩落し、水没。わお、なんかのフェリーとかのやつだね。やっぱ大きい地震やったやな、ここさん。あなたは確か、そうやんね、お弁当としたおじさんですよね。はじめまして。夏の大震災の時に、お弁当落としてましたよね。リストラされたんですよね。打ち明けられずに毎日ここに通っていたとか、休日過ごしてましたね。興味がなくはない。お弁当落としてたよね。そうです。あの大地震の時に、ちょうどお弁当を食べていたのを落としてしまいました。あの時話しかけてくれた方ですか？確か巨大地震発生から1週間ほど経った時に、家族に元気な顔を見せるべく、震災のせいで潰れたと伝えたんですよね。伝えたよね。あ、やはりあの時の方ですか。あの後私は家に帰り、あなたに教えてもらった通りに会社が震災のせいで潰れたと伝えました。本当に言ったんや。そしたら家族も私に同情してくれました。しかしそれも長くは続かなかった。生活が落ち着いてくると家族を同情するだけでは満たされず、解消のない私に冷たく当たるようになりました。結局居場所のない私はここに座ってるのです。でお弁当ももらえになったってわけか。そらそうや、そらそうや。寒いので風邪ひかないようにね。仕事は？仕事探そうとしないの？仕事探さんの？仕事ですか。確かにこうしているぐらいなら仕事探すべきですね。仕事探してみます。ありがとうございます。あ、よかった。そう言うとおじいさんは勢いよく立ち上がり、あ、よかった。また善行ポイント重ねていくの。ってことは悪行ポイントも重ねていくってことやね。おじいさん、あ、仕事探しに行ったんか。それはよかった。なんか結構さ、街がしっかり元に戻ってきとるよね。赤やけど。ダメですよ、絶対に。確かこのビルに入っていったわよ。週刊東方に乗って、何それ、誰が入ってたん。気になる。誰だ。なんか有名人、ツリーがある。ツリーだ。なんか誰か入っていったって聞いたよ。誰が入ってったん？すいません。誰が入ってったんやろ？確かに見かけ、誰を？誰を見かけたんやろ？ご用のない方は入れません。誰が入ってきたん？有名人？なんか誰か入ってきたらしいんですけど。あ、こんにちは。会社アイテム買ってください。種田真嗣さん。あ、かなえさん。これ誰？種田真嗣。ともやさん。川村つともさん。ともやは？風間ですか？確認いたします。大変申し訳ありません。風間はこちら、これから予定が入っており、かなえさんはじゃ。富田ですか？確認いたします。大変申し訳ありません。富田かなえ、あ、そっか、そうやね。そらそうや。この種だってあれ？種だ。誰種だ？川村とも。退職、誰？でも、なんか、ともやがおるくさいな。会社を見学してみたい。じゃあ、就職面接受けに来ました。どうしたらええんや！こんにちは。こんにちは。株式会社グリトニル。これグリトニルって読むの？なるほど。もう用事ないです。君は？あ、はい。さあ、出社。おはようございます。おはようございます。いや、通れた。あ、なんかムービー入ってるけど、あそこなんかある。お疲れ様です。おはようございます。ともや！
ともや、こんにちは、ともや、ともや、ともや。よくこんな浮かれポンチ野郎無視できるよね。ともや、ちょっと一回これ拾って、これ拾って、あ、ツリーだ。オッケー。ともや、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 ストップ。ともや、お話をしよう。私に何か、キースって書いてある。何その名前。顔を見る。失礼。違う、違う、違う、ともや、ともや、お話するんや、ともや。私に何か。風間ともやさんですよね。そうです、私は風間です。先を急ぐ。待って、ともや。ともや、待って、全部話聞かせて。富田かなえさんの恋人の風間ともやさんですね。確かに私は風間です。富田さん、ちょっとそんなサンドイッチマンみたいなこと言うなよ。ちょっと待って待って。お前はキースだな。白状しろ。キース、ちょっと私にはわからないですね。ともや、待ってって。何をしとん君、こんなとこで。今回、ともやのあれを暴きに来たんや。ちょっと待って。こんにちは。こんにちは。これで失礼します。くそお前どこ行くん？トモヤについて行こうかな。トモヤん、カナエのことわからんって言ってたけど、なんで付き合ってたやろ。なんかさ、指輪僕に持ってきてって言ってたやんか。トモヤ、僕の服見て何も思わん。今クリスマスやけん浮かれてんなとかそういうの思わへん。もっと優しかったやん君は。ちょっとトモヤ、トモヤ、そっち車あるけん危ないで。トモヤ、トモヤ、そこ危ないかもしれん。手上げて渡りや、そこ。手上げて渡りや、ちゃんと。トモヤ、トモヤ、トモヤ、こんなとこ歩いていくの、トモヤ。トモヤ、ちゃんと歩道渡った方がいいで。トモヤ、トモヤ、トモヤ、見て、息白い。トモヤ、トモヤ、危ない、そこ。草もあるしさ。お前、歩くやつ左側歩いた方がよくない？トモヤー、ともや何やったんやろ。なんかまたなんかどっかで会いそうな気はするな。じゃあ他のとこ行くか。これ車の前どうなるか言っていい？僕は死にません。あなたのことが時だからすいませんでした。こうなるんやね。一応事故にはならんってことか。じゃあ一応、うわーうわうわ、あ、ここあれや。明美さんがおるとこや。失礼します。注意してもらったんや、ここで。スカート履かないようにしてた。あ、なんか、ちょっとスカート履くことに抵抗覚えてしまったんやな、怪我するけん。一体何着持って入ってるのかしら。あ、おるおる、アホみたいに入ってる子。おるおる。すいません、明美さんいませんか？明美さん。明美さん。あの人おるかな？なんかさ、あ、おるおる。君、思い出せない。確か7月の巨大地震の時私はここにいたはずなのに思い出せないわ。余震もあまり起きなくなり、みんなが日常を取り戻しつつあるのに、私は家にも帰らず会社にも行かず、クリスマスで盛り上がりもせずに、私はここでずっとこうしてる。あなたはお金あげたやろ。以前あなたのお金増やしてあげたものです。あ、覚えています。私が預けたお金をあなたは増やしてくださいました。あ、今は話しかけられても答える気にならないわ。一人にしといて。あ、ドアの鍵持ってませんか？毎回私が持ってると思ってるの知らないわよ。と言いたいところだけど、実は知ってるわ、鍵のありか。教えてあげてもいいけど、どうしよっかな。何言ってんの、こいつ。10倍返ししたんやぞ。あなたの悩みを解決してあげますよ。私の悩みを？わかったわ、その前に。ここにクリスマスツリーと7月の巨大地震の記事、あ、新聞もあるで。ツリーは大きなもの持ってこれないでしょうから、コンパス見て、あ、あるよ。2つ持ってきてくれたらスタッフ部屋の鍵の場所、あるよ。どっちもある。確かにクリスマスツリーと巨大地震の記事が載ってる新聞だわ。ありがとう。あなたには以前話したかもしれないけど、私は震災前に大きな借金を抱えていたの、知ってる。それが震災のどさくさで借金がなくなったんだけど、その時の記憶が曖昧で、復興が始まっても何をしていいかわからなくなっていたの。震災の時の新聞を見れば何か思い出すかと思ったけど、それだけではよくわからないわね。あ、そうだ、ここのスタッフの部屋の鍵の場所ね。鍵は店内の観葉植物の下にあるわ。店内にはいくつも観葉植物があるけど、ここから一番遠いところに置いてある観葉植物よ。ん？
このコスチュームでナルビに投稿したらウケるかな。ナルビ映えすると思うんだけど。インスタってこと？はい。どう？映えてる？どう？買いたくなった？全然買ってもええと思うよ、僕は。僕は買ってもいいと思う。クリスマスぐらい浮かれたってええんちゃうかなと思ってる。どう？こういうペアルックもあるよね。いや、さすがにこれを外に来て出るのはないんじゃない？こっち見てる、こっち見てる。何か浮かれて何があるんですか？クリスマスぐらい。めっちゃ見るやん。え、何か。じゃあ1階かな。1階のじゃあ観葉植物探しに行って、あとあけみさんもどっかにおるはずやけど、どこにおるんでしょうか。中におるんかな。結局鍵を取って、ほんであけみさんに会いに行くって感じかな。あけみさん、あけみさん、それで開けて、そしたら中にあけみさんがおるんじゃないかな。この店内にはおらんかった気がする。あけみさん久々やな。最後チューしてもらった以来やな。あけみさん、あっこもなんかある。あ、でもムービー入った。ってことおるな。あ、あけみさん久々、何してんの。困ったわね。あれ、今ここを離れるわけにはいかないし。なんかわざとらしいな、なんかこれ。だけど今日持って行ってあげないと間に合わないし。またお使いされる。あ、バレた。あなたは？こんにちは、チューしてくれたやんか。はじめまして。以前あなたの服を盗もうとしたものです。以前あなたの服を盗もうとしたものです。こんにちは。あなた、え、嫌い？僕のこと覚えているわ。そう、大きな地震があった日よね。盗もうとしてないもん、嘘だもん。無事だったのは何よりね。ありがとう。今日も可愛い。あなたここで何をしているの？あけみさんに会いに来たんだよ。震災の時に出会った人々が元気かと気になって、うん、歩いているうちにここに。サンタ服で、サンタさんな。そうなの？そう、今日僕サンタさん。どう？そうだわ。うん、あなた今からアジサイ交差点の方へ行ってくれない？行ってった。持って行ってもらいたいものがあるのよ。出た、またお使いや。お任せあれ。あなたからのお願いなら何でも引き受けます。サンタだもん。お任せあれ。みんなの願い事叶えちゃうもん。まあ大げさね。うん、だけど助かるわ、ありがとう。いいえ。アジサイ交差点のそばに、うん、うちの店の2号店があるの。あ、そうなんや。そこに大きなってるんやね。これを届けてほしいの。どれ？トワダって書いてる。トワダ。いや、これを持ってたよな。店の人間にあけみからと伝えて渡してもらえれば分かるようにしておくわ。りょ、店は以前宝石店だったところよ。あー、そこか。宝石店どこ行ったんやね。先週オープンしたんだけど、うん、何かと行き違いがあって。まあそうですね、最初はね、うまくやり取りできない。お願いね。オッケー、かわいい。あけみさん今日もかわいいわ。あけみさん、あけみさんどこ、あけみさんどこ。これ何？あ、1週間後の新聞見ておこう。昨日未明、川瀬県の宝石空港翡翠湾側で川瀬県警は人身売買を起訴していた不審な貨物、あ、これや。この貨物船は F 国船籍の船で、 F 国の非合法組織スネークスネークダサ一味が使っていたもの。スネークスネークは震災の混乱に乗じて被災した人々を避難させると話を持ちかけ、海外に連れ去ろうとしていた。警視庁はスネークが震災前から日常的に国内で違法な活動を行っていると特定し、川瀬県警と連携して死亡者の特定や現行犯逮捕の機会を伺っていた。警察は組織スネークスネークのリーダーで前田聖子を名乗っていた本名リリー・フランキー79歳と副リーダーの通称風間智也、本名キース・モニョン、キースは知らんな。よく見たらなんかヒゲもあったんでつけときますね。あけみさんどこ行ったんや。ほうほう、ハッピーホリデー、ほう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 。
これでもう出てしまって、なんかあっちの交差点行くみたいなこと言ったな。あ、何あれ。かっこいい。ほうほう、ハッピーホリデー、ほうほう。メリーメリークリスマス。メリーメリーメリークリスマス。メリー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 クリスマス、メリー。こっちか？違うな。あ、ごめんなさい。あっちあっちや。あ、青になった。危ない危ない、信号が危ないって。タクシー乗って行かれへんの。でもこっから向こう側に行く感じがするな。行こう行こう、トモヤに会いに行こう。後日談第2話、高校生たちのその後。気になる。僕はデザイナーの明美さんに頼まれて、うん、紫陽花交差点方面に向かっていた。こっちも結構復興進んどるね。道もちゃんとしとるし、車も通ってる。あ、コンビニもある。あ、でもなんかあのコンビニ前のビルのとこで先生がね、確かこの交差点右に曲がれば交差点に行けた。店長さん元気かな。先生、あのビルで比嘉先生は、うん、なんか比嘉先生イベントとかあったりすんのかな。よし、とりあえずコンビニに向かおう。コンビニだ。ピンポーン。やっほー、いらっしゃいませ。あれ、エリさん働いてんの？僕を知ってるかい。ほほー、あなたもしかしてバイトしてんの？どうして君がここに？知恵の時に何度か会ったね。店長さんはここで働いてるんだ。秀美さん、ひろこさんは元気？あ、あんま比嘉先生の話せんとこ。秀美元気？元気にしてた。秀美さん、ひろこさんは元気？どう？家に帰った直後は落ち着かなかったのですけど、うん、今は毎日学校に通ってますわ。あ、そうなんや。よかったよかった、学校にも通えるようになったよね。先月からは学校の帰りにここでアルバイトさせていただくことにしましたの。あ、そうなんや。やっぱここにお世話になったけんかな。秀美さんもバックルームで煮出しをしていますわ。え、マジで？秀美会いたいな。山内さんは、うん、ひろこは、そうですわ。何？実は先週から山内さんが家を出てしまってどこにいるかわからないの。うん、ご両親も警察に届けて。あ、もう大ごとなったの。ずいぶん探されたようなのだけど、まだ見つからなくて。ひろこ、あなたが街を見て回って、もし山内さんを見かけたらみんなが心配していると伝えてくれませんか。先生の件があってちょっとしんどなってんやろな。お願いです。わかった、いいよ。ほうほう、だから今日は僕はみんなのサンタさんだから、お願いを叶えに来たんだよ。なんか秀美裏におるってだな。秀美よう働きよんか。ほう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 、ひでみ、何してんの？あれ、あの人どうしてこんなところにいるの？エリさんに会いたく立ち寄ったんだ。ひでみ、君に会いたかったんだ。好きだ。ひでみ、君に会いたかったんだ。好きだ。あら、あんたそうだったの？そこまで言うなら仕方ないわね。付き合ってあげる。え、彼女になったの？気をつけてね。私、いつもあんたのこと思う。おう、ひでみ、かわいいやっちゃうの見て、ほうほう。チューする？ひでみ、もう仕事とかええやん、チューしよう。気をつけてね。うん、ひでみ、いつもあんたのこと思ってるから。いつもあんたのこと。あ、もうひでみ、君やっぱええ子やわ。ひでみ、何してんの？なんか仕事してるふりしてしてないな、自分。なんか段ボールさわさわしてるだけやんか。ひでみの分もな、サンタ服買ってあげとけばよかったな。ごめんな、ひでみ。やばい、ステータスが秀美の彼氏になってしもた。オッケー、秀美の彼氏になるだけもうええわ。もうオッケー、ダウンロードコンテンツこれだけで十分やったかやるわ。リミバイバイ、また会いに来るな。今ね、彼女できたんですよ。エイさん、今から彼女できた。いらっしゃいませ、何にしますか？あ、え、何これ？お花売ってる。なんか今お腹ってそんな空いてないじゃん。
エリさん、あのさ、じゃあエリさん、あのさ、あの秀美と付き合って全然話聞いてくれ。店長さん、失礼します。サンタ入ります。お疲れ。お、店長、店長はあの秀美と付き合ったんですよ。お前さんは確か夏にこの店に立ち寄ってくれた。元気になったかい？はい、おじさんも元気そうで、ひろこがいなくなったと聞いたけど、ひろこのことを心配してみせる。元気やね。ありがとうよ。この辺りもようやく道が舗装されていること。それもまだ俺がある。やだ、喋りや。うん。ひろこおらんなったって聞いたで。ご両親も探しておられるのだが、どこにいるのか。比嘉先生に、あれは今でも思い出すね。先生はこんなところで死んじゃいけない人だった。花をそ、あ、なんかさっきのお花って秀美にあげるわけじゃなくって、先生にお供えできるんやね。なんかエリーさんが全然話してくれんけんさ、みんなにほうほう、みんなに自慢したいのに。あ、なにこれ。もし山井さん見かけたらみんなが心配していると伝えてください。自信ないけど、エリーさんのこと好きです。実は僕、エリーさんのことが、あなたさっき秀美さんにも告白してなかったかしら。二股はいけませんわよ。くそー。あ、これもしかして選べたんかな。え、やったらなんか弥生さんのために残しておきたかったな。ひでみは。ひでみには悪いけど。くそ、弥生さんのために残、危ない。すいません。花が、あ、待って待って。まあ、自分も花備えたけど、この人たち誰？まあ、いいや、備えよう。はい。いいね。こうやって先生のことで来た人たちなんかな。花を備えて祈りながら、比嘉先生ご無沙汰してます。天国から生徒たちを見守ってあげて。比嘉先生、天国から生徒たちを見守ってあげて。悲しいな、なんかこの音楽もやけど。でもなんかあの生徒たち、エリさんも秀美もやけど、ちゃんと過ごしてくれとってよかった。比嘉先生が優しく微笑んでくれたような気がした。先生、え？何個備えれる？増えたぞ花。うん。これ増えた。天国から弟さんを見守ってあげて。比嘉先生、天国から弟さんを見守ってあげて。これ何回すんの、同じことを。まあ、ね、何回でも祈っとこう、比嘉先生のために。先生ね、ね、弟さんも最後あったもんね、本編で。長いな。比嘉先生が申し訳なさそうにしているような気がした。先生、あ、黙祷してしもうた。花備えりゃよかった、せっかくやった。はい。長い長い。ひろこはどこにいるんだろう。僕を導いて。先生助けて。サンタはみんなのお願いを叶えないかんのや。先生、ひろこほんとどこ行ったよ。でもなんかひろこもさ、自分を責めてそうな気がするよな。比嘉先生が勇気づけてくれたような気がした。ありがとう先生。先生、お花まだあるけん、お花置いとくな。はい、お花置いて。先生まだちょっと喋るで。しつこいなと思っとるかもしれんけど、まだ喋るで。ご無沙汰してます。今じゃないって絶対先生思っとるよな。先生まだお花あねんな。先生、先生が微笑んでくれたような気がした。先生まだお花多分ねあると思う。花を備えて、でも4つぐらい買ったよね。はい、お花備えて。先生もそろそろ早く帰れって思ってるかな。ゆっくり休んでね。比嘉先生、ゆっくり休んでね。僕今からいっぱい働くけん、先生の分もいっぱいね、いっぱいいっぱい秀美を幸せにするって決めたけん、
でも実は弥生さんと一緒に乗りたかったなとかそういうことは何も思っておりませんしでございます。